僕の名前は田中優斗。生まれつき心臓が弱くて体育にもほとんど参加できない。体も細くてこんな自分に自信が持てるわけもなく、自然と引っ込み思案になってしまった。だからなのか。高橋くん、パン買ってきたよ。ちっ、おっせえな。まあ走れもしないんじゃしょうがねえが。僕は不良の高橋隆二にパシリとして使われていた。ちょっと、またそうやって優斗くんに迷惑かけて。パンくらい自分で買いなよ。綾里さん、彼女の名前は綾里彩香。クラスの委員長だ。僕と違って自分の意思をはっきり伝えられる強い子なんだけど。うるせえな、お前こそ毎回毎回絡んでくんなよ。隆二くんが辞めないからでしょ。優斗くんは体が弱いんだから、こんなことさせないでよ。おい優斗、お前恥ずかしくねえのか。毎回毎回こいつに助けられてよ。僕は答えることもできないってか。情けねえやつだな。しらけた。おい、行くぞ。はい。優斗くん、大丈夫？本当あいつらは。ごめん、いつも綾里さんに助けてもらってばかりで。僕は本当情けないよね。ううん、優斗くんには優斗くんのいいところがあるんだから気にしなくていいよ。それと、名前で呼んでくれていいんだよ。さん付けもいらないんだから。なんか申し訳なくて。まあ体が弱いからって心まで弱いのは嫌だ。綾里さんに守ってもらわなくても、むしろ綾里さんを守れるくらい強くなりたい、そう思っていたんだけれど。自宅で発作を起こしたようです。急いで ICU に。ある日僕は今までにないひどい心臓発作を起こして病院に運び込まれた。意識が朦朧とする中で、僕はこれからどうなってしまうのだろうかとぼんやり考えていた。このままでは成人するまで生きられるかは五分五分です。そんな。一旦回復した後に病院の先生に告げられたのは厳しい宣告だった。そこからドナーを探す日々が始まったけれど、なかなか見つからなくて。そんなある日のこと、病院の外のベンチでうなだれていた時だった。おう坊主、どうした？そんなしけた面してよ。あなたは？俺は鉄次ってんだ。暇でしょうがねえからよ、ちょっと話し相手になってくんねえか。はい、大丈夫ですけど。哲司さんはこわもてで、最初こそちょっとビビったんだけれど、笑い方が穏やかで不思議と安心する人だった。ほらよ、つい最近までヤクザだったんだ。唐突な打ち明けに思わず声を上げてしまった。まあやめたってよりは体調不良で強制リタイアって感じなんだけどな。だからほら、特にけじめもつけてねえのよ。それで坊主、随分と元気なさそうだったけどよ、何があったか聞かせちゃくれねえか。本当なら初対面の人に話すことではなかったと思う。だけど僕と同じく体調を崩している哲司さんにならと、気がつけばこれまでのことを話せる限り話していた。なるほどな、これも何かの縁か。どういうことですか？俺はよ、もう長くねえんだ。明日にもその時が来てもおかしかねえ。そこでだ。よかったらよ、俺の心臓を、言うと、お前にやるよ。哲司さんの心臓を、僕に？もともと先がないと分かった時点で、臓器移植の手続きはしてたんだよ。こんなとこで会ったのも何かの縁だ。よかったら、俺の心臓をもらってくれ。哲司さん。俺はよ、今まで本当クソみてえな人生でな。お前には想像もつかねえくらい、散々人様に迷惑をかけてきた。だから最後くらいは何か人の役に立つことをしたいんだよ。
本当にいいんですか？僕なんかが生きていいんですか？おうよ、つうか僕なんかなんて言うなよ。お前の人生はまだまだこっからが本番だろ。もう一回言う、俺の心臓はお前にやる。その代わり精一杯生きろよ。約束だぞ。はい、ありがとうございます。こうして僕は移植手術の手続きを進めた。哲司さんはそれから間もなくして亡くなった。そして心臓移植の手術は無事に成功。こうして僕は哲司さんの心臓をもらって元気に学校に通えるようになった。哲司さんには一生かかっても返せないくらいの恩をもらった。おい、ゆうと、退院おめでとう。ちょっとは丈夫な体になったか？復帰祝いによ、ちょっくら俺の飯を買ってきてくんねえか？いつもみたいによ。リュウジは退院した僕を今まで通りこき使おうとしてくる。心臓移植をしたことは伏せてあるとはいえ、ここまで態度を変えないとは。おい、何をぼーっとしてんだ、さっさと。なんだこのヘタレどもは。え、この声は哲司さん？おい、言うと、こんな奴らに従うなよ。男なら立ち向かえ。哲司さん、ありがとうございます。おい、さっさと行ってこいよ。嫌だね。はぁ？おい、ゆうと、今なんつった？嫌だって言ったんだよ。不思議だ。今まであんなに怖かった奴らがやけに小さく見える。哲司さんの心臓のおかげなのかな。自分より弱い奴にしか選ぶれないくせに調子に乗るなよ。取り巻きを連れて威張るとかダサすぎるって。はぁ？悪いことは言わねえ。今のうちに失せな。てめえ、俺の言葉が聞こえなかったのか。失せろっつってんだよ。なんだこの迫力。本当に田中なのか。とても仇とは思えねえ。調子に乗りやがって。おい、行くぞ。いいんですか？あ、はい。ゆうとくん、大丈夫だった？うん、なんとかなったよ。びっくりした。ゆうとくんがあんな強気に出るなんて。俺もびっくりしてる。あんな言葉使ったの生まれて初めてだし。本当に？ゆうとくん、うちではああいうキャラとかじゃないよね。そんな悲しい内弁慶じゃないって。でもかっこよかったよ。え、あ、そうかな。ありがとう。リュウジのやつ絶対ビビってたよな。田中相手にひるむなんてさ、あいつ実は大したことないんじゃね？リュウジさん。くぅ、なんで俺が舐められなきゃならねえんだ。ユウトのやつ絶対許さねえ。見てろよ。おい、ユウト、今から河川敷に来い。差しでやるぞ。いや、帰って課題をしないといけないんだけど。うるせえ。あんだけ威勢のいい単価を切ったんだ。逃げねえよな。いいな、絶対に来いよ。ゆうとくん、行っちゃダメだよ。いや、俺は行くよ。どうして？絶対危ないよ。このままだとずっとリュウジに絡まれ続けることになる。はっきりと決着をつけたいんだ。わかった、それなら私も行く。せめて見守らせて。綾里さん、わかった、ありがとう。一緒に行こう。こうして俺は綾里さんに見守られる中で龍二との決闘をすることになった。一対一ならなんとかなるかと思ったんだけれど。俺と龍二で戦うんじゃなかったの？はははそんな口約束を信じるのか。随分と純粋なやつだな。参ったな、まともに喧嘩したこともないのに龍二以外に何人も。これはさすがにヤバいぞ。卑怯よ、こんなことして何になるの？いちいちうるせえんだよお前はよ。田中に舐められっぱなしだと俺の威厳が失墜するからな。
ここいらできっちり締めなきゃならねえんだよ。そんなこと絶対ダメ。綾里さん、俺のために。おい、優斗、喧嘩なら俺が手伝ってやる。一緒にあいつらをぶちのめすぞ。鉄次さん、わかりました。ありがとうございます。一緒に戦いましょう。綾里さん、ありがとう。優斗くん、ダメだよ。俺なら大丈夫。なんとかなる気がするんだ。ほら、かかってこいよ。群れるしか脳のない不良もどきどもが。てめえ、舐めやがって。おい、行くぞ。体が勝手に動く。キョロッチー体だが、若いのはいいことだな。体力が思ったよりあるじゃねえか。ほら、まだまだ行くぞ。なんだよこいつ、こんな強かったのか。いや違う、いくらなんでも強すぎる。まるで修羅場を何度もくぐってきたかのような歴戦の猛者みたいだ。あとはお前だけだな、龍二。ほら、かかってこいよ。くっそ、くそ、くそ、くそ、なんなんだよ、お前は。この野郎が、ううなんとか片付いたな。優斗くん、よかった、本当によかった。ありがとう、彩香が見守っててくれたおかげだよ。え、優斗くん、今、私の名前。ん？ああ、なんでだろう。自然に呼んじゃったな。それにしても、どうして優斗くんはそんなに強いのに、今まであんな風に従ってたの？どこから説明したらいいかな。彩香になら、と思った僕は、鉄次さんとの出会いを含めたこれまでの経緯を話した。すごいね。そんなことが本当にあるんだ。鉄次さんがどんな人だったのか改めて調べてみるよ。あの人のことを俺はもっと知らないといけない。それから俺は鉄次さんのことを調べながら、校内で不良が悪さをしているのを見かけたら必ず止めるようにした。そうこうしているうちに、いつの間にか不良たちに恐れられる存在になって、さすがにこんなことになるとは思ってなかったな。え、優斗くん事務所まで行ったの？うん、鉄次さんから昔の名刺をもらってたんだ。何かあったら俺の名前を出して頼ってくれって。でも怖くなかったの？それが鉄次さんの心臓のおかげなのかな。不思議と怖くなかったというか、むしろ懐かしい気さえしたんだよ。最初はもちろん追い払われそうになったんだけど、鉄次さんの心臓の話をしたら組員の人たちの態度がガラリと変わったんだ。それで生前の鉄次さんの話をしてくれたんだけど、気づいたらみんな泣いてた。本当に慕われてたんだなって思ったよ。鉄次さんはヤクザだったけど、弱い人に寄り添う仁義の人だったんだ。そして何より喧嘩に負けたことがなかった。あ、だから。ああ、俺が強くなれたのは鉄次さんの心臓のおかげだと思う。今まではずっと弱い自分を変えたいのに変えられないってうじうじしてばかりだった。でも鉄次さんのおかげで俺は変われた。自分の手が届く範囲の人をできる限り助けたいと思うようになった。俺はこの心臓に恥じないように生きるよ。優斗くん、でもあんまり無理はしちゃダメだよ。今だって毎日毎日心配してるんだからね。心配かけてごめんね。もうしょうがないな、優斗くんは。これからもよろしく、彩香。うん、よろしくね。鉄次さん、本当にありがとうございました。俺、精一杯生きていきます。